学級委員の皆川さんは真面目に働いてくれない。皆川さん、少しは手伝ってよ。だってめんどくさいもの。じゃあなんで学級委員になったの？古谷君のことが好きだからよ。からかわないでくれるかな。あら、怒った？ごめんなさい、そんなつもりはなかったの。別に怒ってないけど。でも好きっていうのは本当よ。それって告白のつもりなの？もちろん、付き合ってくれる？でも皆川さんは何人もの男子と遊んでるって噂が。でも私少女よ。それに男友達はいるけど、そういう関係じゃないわ。疑ってるの？そんなことないけど。私が誰とでも寝る子だと思ってるのね。別にそんな。私がエッチしてるとこ想像してもんもんと。してないよ。やっぱりただからかってるだけでしょ。ごめんごめん。でもこういうの照れくさいじゃない？だから本気かどうかわからないんだよ。じゃあ真面目に言ったらちゃんと答えてくれる？答えるって、僕皆川さんのことあんまり知らないし、大体なんで僕なんか。皆川さんならもっと他に。好き。それで古谷君は？僕は付き合うとかはまだ分かんなくて、そのでも。何笑ってるんだよ。だって古谷君が可愛いから。もうこの話終わり。まだ答え聞いてないわ。でも僕が答えようとしたらまた笑うでしょう。あ、私のこと嫌いになった？ああ、そういうふざけたところがね。なら振ればいいじゃない。だからその話は。まんざらでもないのね。ほんと嫌い。お兄ちゃん、古谷君、また同じクラスね。皆川さん離れて。お兄ちゃん。ホタル？妹さん？うん。あ、兄がお世話になっております。まあ、ご丁寧にどうも。いいえ、社交辞令ですので。お兄ちゃん、この人誰？ただのクラスメート。仲いいの？他にも女の友達いるの？こら、ホタル、失礼だろ。お兄さんのこと好きなのね。はあ、何言ってるんですか。普通です。ごめん、こいつブラコンで。いいじゃない、可愛くて。それであなたは兄の何なんですか？何なんですか？え？何なんですか？まさかありえないと思うけど、もしかして二人は付き合ってるの？いいえ、私たちはただの友達。そうだよね。そうだと思って。まだね。ホタル、痛い。前に私から告白したの。でも返事もらってなくて。だからまだなのよ。お兄ちゃん、この人ザレてる。返事だって決まってるのにね。いや、その…どうしたの？早く振ってあげなよ。期待持たせたらかわいそうだよ。ホタル？そうよ、古谷君。振るなら振ってちょうだい。え？あ、いや、僕は…別に…皆川さんのことなんて…好きじゃなくはないけども。お兄ちゃんのバカ。私が心配してるのどうして分かってくれないの？お兄ちゃんもてあそばれてる。付き合ったって傷つくだけだよ。ホタル、別に付き合おうとか思ってないよ。私振られたのかしら？その通り。彼女なんていらないよね。私がいるんだから。ごめん皆川さん、でも軽々しく付き合うとか言えなくて。だって付き合ったらその結婚とか経済力がないと子供も。私とのことそこまで考えてくれたの？そういうわけじゃ。違うに決まってるでしょ。兄は真面目なんです。そうね、本当に真面目だわ。だから好きなの。じゃあもう少し待ってみようかな。好きにすれば。蛍ちゃんも見守ってくれる？ダメです、兄は渡しません。大丈夫よ、一緒に可愛がってあげるから。ホント嫌い。最近お兄ちゃんがニヤニヤしてる。多分女だ。お兄ちゃん、お風呂開いたよ。お母さんが早く入れって。分かったよ。
さてと、パスワードは？まだ入試の受験番号なんだ。不用心だな。皆川ゆき、やっぱりこの女か。お兄ちゃんをたぶらかす悪女め、苦しめてくれるわ。悪いけど、もう話しかけないでくれるかな。勉強の邪魔だから。ホタルちゃんね。え、どうして急に。私何かした？もしかしてあのことが原因？あのこと？何か怒らせることしたのかな。まあこの女ならありそう。そうだよ。でもあれは古谷くんが求めてきたから。求める？何を？ノートでも借りたのかな。よくわかんないけど、とりあえず切れとこう。そんなつまらないことは忘れろよ。ひどい。私だって初めてだったのに。初めて？何が？お兄ちゃんから求めてこの女には初めてだったこと？あ、もしかして。確かに僕から求めたけど、デートくらい誰でもするだろ。それに僕だって初めてのデートだったんだ。やっぱり分かってないのね。そんな、じゃああのデートは遊びだったっていうの？ほら、やっぱり。こないだ帰りが遅いと思ったらこの女と。そうだよ。じゃあ私と寝たのも遊び？はぁ、寝たって。お昼寝でもしたのかな。デートで昼寝って、お兄ちゃんも変わってるな。ただ寝ただけだろ。じゃあお腹の子はどうするの？証拠でもあるんですか？古谷くんとしか寝てないわ。あ、嘘だ、こんなの。まだ高校生なのに。あれ、ホタル、人の部屋で何やってんの？お母さん！ホタル？なんだよ。ボタン！